そう。まずね、あれだね、生き量ってすごいですねってたくさん書いてる人いるけど、生き量が怖いよね。そう。そう、ほんで生き量ね、怖いっていう方、結構おコメン地トあ蔵りさまんすとかね。についてとか、あと、三上香ちゃんが今書いてた、ね、母が怖いと思わない方がいいって言ったのは、それが当たりなの。僕ね、住んでたところが霊道って言って、で、たまたま僕の部屋はまた霊道の上で、毎日日帰りで違う方々に会えるんだ。でも怖いんだよ。でも、怖くない人、優しい感じる人もいれば、怖い人もいるんだけど、ただ、本当にね、怖いと思わないこと。怖いって言うとついてくる。特に、低周霊がついてくる。で、僕がみんなにアドバイス、ね、できることがあったとすれば、ついてきたなとか来たなと思ったら、息を吸うよりも思いっきりふって吐くことね。強く吐くこと。これが僕が、実は、教えられてきたこと。そうするとなかなかつかない。だから、怖いって思ったらね、全部ダメなんです。気をつけて。で、お地蔵さんなんだけど、お地蔵さんってやっぱ怖いなーって思うよね。それかもしれない。お地蔵さんにも2種類ある。お地蔵さんっていうのは基本的には閻魔大王なんですよね。お地蔵さんと閻魔大王はイコールなんですよ。閻魔大王の化身として、閻魔大王様がね、いろんなところで見てるということで、お地蔵さんなんですけど、手を合わせていいお地蔵様と手を合わせていけないお地蔵様があって、もう、例えばね、水国用とか、交通事故とか、そういうのってね、どうしても悲しい部分で建てられてる供養なりだから、ね、やっぱその身内の人とかね、あれだなと思ったら合わせてもいいのかもしれないけど、弱い人が合わせると、やっぱりその念が入ってくるっていうし、特に山とか歩いてたりして、なんかもう顔もわかんなくなったようなお地蔵さんみたいに手を合わせたりすると、逆に来るから。それは、ね、それよりも、ちゃんと手入れされてるようなお地蔵さんだったらばね、お寺にあったりする。そういうのだったら手合わせていいんだけど、あんまりね、知らないお地蔵さん、神社とかもそうなんだけど、ほったらかしにされてるところ、あれすると、危険だからね、そこね、気をつけた方がいいです。だから、ね、ジャクノさんが感じたのは、やっぱその水粉なんですね。ごめんなさい。で、それと、その時にその、刺されてるのは、その水粉だよって言われて、で、どうするねって言われて、これ本当はお母さん、その、お母さんがすることなんだけど、兄弟であるあなたがしても、母に言ったら、やっぱり、またね、あんた何言ってるんだよって言われるからですね。母には言えないからですね。いや、私がそしたらもう夜がとにかく寝れなかったから、夜が寝たい。だから、私がもう供養っていう形で、施術者、なんていうか、する方の、ものになるっていう形で、供養してあげてくださいって言って、したんですよね。そしたら、この幽霊さんが怖くないっていう話の一つの、怖くないよっていう話の一つなんですけど、人間と全く一緒で、思いを、なんていうのかな、こう、聞いてくれて、そう、なくしてくれたって、ありがとうって思うじゃないですか。そんな感じで、やっぱり、いわゆる私の兄弟、してあげたので、いいことがその後に、やっぱりこう、来ましたね。で、絶対叶わないだろうって思うような大きなことが起こって、もう奇跡ですよね。そう思いましたので、そういう意味で、やっぱりその、生きた人間でも、本当になって困ってしょうがない時に、みんな無視して、無視じゃないけど、何も手出しができないから、ああ、大変だねしか言えなくてっていう時に、ある時に、ああ、私がそれちょっと手伝ってあげようかって解決した時って、もうありがたくてたまらないじゃないですか。あ、A さんもそうなんだっていうふうに、その時、それもやっぱ体験させてもらえましたね、なんか。そう。だけどね、本当みんな気をつけないとなんだけど、僕の、18歳かな、20歳かな、ね、学生の時の友達がね、住んだマンションあるんだけど、そこはさ、あれなんだよ、東京だったんだけど、10万、10万、10万、そいつの部屋だけ8万、10万、10万、10万とかだったの。ね、なんでこいつの部屋こんな安いのと思ったら、ね、なんかね、いつもね、だから、学生の頃で飲み会、そのさ、友達の家なんかでもやってたのよ。そしたらさ、トイレの水とかさ、お風呂場の水がさ、勝手に流れたりさ、結構してて、俺は、ね、飲みながら、壁の方を見てたら、壁の方から、ね、ボヨーンって血みたいなのが垂れてきたり、ビューンって戻ったり、カップルが垂れてタタタターンって現れたり戻ったりとかって、俺見えてたのね。そう。おかしいなーって言って、まだ引っ越したばっかでさ、ね、なんか家賃をそこの大家さん取りに来たりしてたのよ。だけど、俺はそのお風呂場になんかあるなーと思ったら、
ちょうどお風呂場のところにさ、縄をかけたみたいなね、結婚があってね。うん、それにはもう分かったから、その大家さんが来た時に、あれ、いや、ここちょっと前からおかしいなと思ってたんだけど、引っ越してんだったら住所変更とかしてるから、手紙とか届かないはずなのに元気にしてますか何々さんみたいなの。ちょっと届いたりするんだけど、うん、ここなんかあったでしょって言ったら、問い詰めたら、やっぱその、あった場所だったんだね。うん、なんかその時告知義務があったのかどうかわかんないけど、うん、ね、彼これ34年前の話。だけど、すごいのは、それに対して、ね、すごいテレビにも出るような有名な僕らの知り合いの霊能者さんがお払いしてくれたの。うん、ね。一週間後に水死体で発見された。それを見て、ちなみにそこに住んでた女の子、屋上から飛び降りて、その後も亡くなった。しかもあの、彼氏が下にね、下に来て、何やってんだって言ったら笑いながら手振って落ちてきたから、これ実は。これ、うちの学校のやつら全員知ってる。だからね、強いのもいるからね。そうだよね、みんな。という感じを。なんかね、ちょっと、あっという間に1時間過ぎちゃったんだけど、まあ、ジャクンさんからするとね、なんか話、ね、まだまだ足りなかったかもしれないんですけども。喋りすぎました。昨日、私、トム先生から聞いてびっくりしたんですけど、まあ、市町村はね、個人情報なのであれですけれど、うん、ジャクンさんの住んでらっしゃる、その市が、うちの母の出身なんですよ。そうなんです。福岡の本当に地元なんですよ。母そこで生まれて育ったので、まだ親戚もいるんですけれど。まあ、そうなんですね。ご縁が。かもしれない。個人情報ってさ、思いっきり出してっけどね、宣伝に。あ、そうなんですか。出しちゃっていいんですか。出してます、だって。飯塚出身なんですよ。飯塚市のマーク自体が稲のマークなんですよね。おうん、で、それで、飯塚の飯塚って、まあ、書きますよね、漢字で、うんうんうん。で、その地区も、ほんと、沙織さんとかわかるかもしれないけど、ほなみとか、稲穂の穂っていうのが、もういっぱいこう、そういう地区、穂って書いてるところの地区がたくさんあったりとかするんです、うんうんうん。あと、その出雲の、出雲大社のあっちの方の文化の人たちが、やっぱりこっちの方に来たりとかせたりとかするので、すごく土地柄っていうか、さっきの土地の記憶じゃないですけれども、うん、飯塚の土地っていうかが、ちょっとなんとか神秘的なところにだなーって、個人的にすごい思ってて。うん、あれ、でもね、その飯塚、ね、やっぱ稲の、ね、稲とかお米とかを、そういう照明になってるところとかは、すごい、やっぱり神様の力がやっぱ強いところです。日本人にとってお米はね、大切だし、最近お米食べないっていう人もいれば、パンも食べないっていう人はね、いるけど、動画でも言ってるけど、お米っていうのはシャリって言ってね、本当に仏シャリって、もともと仏様の、ね、骨という感じで仏シャリ通って作られてれば、ね、本当に、ね、宝物っていうのは田んぼから来ると言って、宝来るものは宝物とかね、っていうことになるようにね、ただ、稲妻だって稲の妻ですよ。うんね、そういう感じなんでね、全部本当にそういうものをね、大切なものが集まってるところなんだろうね。そう、だからすごい新鮮な場所。だから、あんまりね、発達しすぎちゃうのもちょっと悲しいかなって感じ。もうお話ね、まだまだね、僕ら話したらね、続くと思うんですけども、それはまたね、次回楽しみということで、まもなく95分が過ぎましたので、はい、終了したいと思います。ね、ありがとうございます。いろんなね、話をしていただきまして。ありがとうございました。またよろしくお願いします。そしてね、皆さん、たくさんのね、見に来てくれた人もね、またよろしくお願いします。こんな感じで終了したいと思います。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。